マンチェスターユナイテッドは18日、チーム、マ最優秀選手賞となる、サー・マット・バス、プレイヤー・オブ・ザ・イヤーにポル・ガル代表 MF、ブルーノ・フェルナンデスが選出、れたことを発表した。今シーズンのユナイテッドの試合はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1は無料お試し実施中、ブルーノ・フェルナンデはファン投票で約 63% という圧倒的得票を獲得。2は約 21% の DF ルーク賞、3位は約 6% の FW エディンソ・カバーニだった。4位には FW メイソン・グリーウッド、5位には FW マーカス・ラッシュフォード、続いた。ブルーノ・フェルナンデスは MF ながら、今季チーム最多のプレミアリーグ18得点、公式合計28得点を記録。17のアシストも記録し、公式戦56合わせの出場で合計45ゴールに直接関与している。ブルーノ・フェルナンデスは、昨季も1月の途中入りだったにもかかわらずチーム年間最優秀手賞を受賞していた。1987-88 シーズンに創設された賞を複数回受賞した選手は8人目、2年連続で受けした選手は5人目となる。過去には GK ダビドでヘアが3年連続を含めて最多の4回受賞。FW クリス・イヤーのロナウドは3回受賞した。ブルーノ・フェルナンデスは2回目の受賞を果たした子で、エリック・カントナやロイ・キーン、ウェン・ルーニーなどのレジェンドたちの受賞数に早くも並んでいる。両。